皆さんこんにちは、優しい内科医の山村壮です。本日は暑い夏に気をつけたい飲み物3選というテーマでお話ししていきたいと思います。今年の夏もとっても暑い夏が予想されています。すでに暑いですよね。去年も同様に夏場に気をつけたい食習慣についてこちらの動画投稿させていただいております。今回は飲み物について解説をしていこうと思います。去年の動画をまだご覧になっていない方はぜひこちらの過去動画ご覧ください。まず第一に気をつけたい飲み物、それは清涼飲料水です。こちらをご覧ください。代表的な甘い飲み物のカロリー、その糖質量を示しています。炭酸飲料をはじめとしてスポーツドリンク、これらはたくさんの糖質を含んでいること、皆さんご存知かと思います。ここで意外と盲点なのがリンゴジュース、オレンジジュースなどといった 100% の果汁飲料、そして野菜ジュースの糖質やカロリーです。量が少ないので糖質量が少なく見えてしまいますが、実際の糖質量はコーラと大して変わらないんです。昔の動画でも野菜ジュースの血糖値の変化、この動画上げましたが、血糖値を意外にも大きく上げたのが印象的だったのではないでしょうか。野菜ジュースとはいえ、野菜を絞った後食物繊維などは全部こし取ってしまって作ってある、あくまで野菜ジュースなので健康目的で飲んでいる方もいらっしゃると思いますが、ぜひご注意ください。また先日ニュースなどでも取り上げられていましたが、このような清涼飲料水を大量に飲むことで注意していただきたいのがペットボトル症候群と言われる病気です。スポーツドリンクや炭酸飲料などの糖質の多い飲み物を短時間に一気に摂取することで、体内の血糖値濃度が急激に上昇し、自分の力では高い血糖値を下げることができなくなった状態をペットボトル症候群と言います。場合によっては救急車で運ばれて点滴やインスリンによる治療が必要になることもあります。もちろんスポーツや登山など汗をたくさんかいた場合は塩分や水分が多量に失われるので、スポーツドリンクを飲む必要がある時もあります。ただくれぐれも普段の生活の中で飲みすぎることがないように控えることをお勧めします。また暑さが続くと動いていなくても喉が渇くことがあると思います。そんな時は清涼飲料水などの甘い飲み物ではなく、水やお茶など無糖の飲み物を摂取すれば十分に水分摂取は可能です。夏に注意したい飲み物2つ目はお酒です。私もお酒が好きなのでたくさん飲みたくなる気持ちすごくわかります。しかしそんなお酒にも糖質はたくさん含まれています。皆さん大好きの生ビール、この糖質量はジョッキ1杯あたりなんと 10g、 しかも暑い夏1杯じゃ済まないんじゃないでしょうか。2杯目3杯目と飲み続けていると、ジュースを飲んでいるのとさほど変わりない糖質量を取ってしまう結果となります。くれぐれも飲みすぎには注意しましょう。ただしお酒には種類によって糖質が多いもの、そしてほとんどないものもありますので覚えておくと良いでしょう。ビールやワイン、日本酒などの醸造酒と呼ばれるお酒は糖質が多い一方で、焼酎、ウイスキーなどの蒸留酒は糖質を取らずに済みます。ご存知でしたか？例えば日本酒は1合に糖質 8.1g、 角砂糖に換算すると3つ分、ハイボールや焼酎はいくら飲んでも糖質ゼロです。ただし焼酎などの蒸留酒も果汁飲料などの甘い飲み物で割ってしまったり、甘いカクテルにすると糖質を取ってしまうことになるのでご注意ください。またお酒を飲むときに気をつけていただきたいことが脱水と食欲の亢進です。まず脱水の理由ですが、アルコールによる利尿作用が挙げられます。お酒を飲んだ以上に体の水分が体外に出ていってしまうので脱水状態を引き起こしやすくなります。特にビールは利尿作用が強く、1リットルのビールを飲むことで約 1.1 リットルの水を喪失すると言われています。さらに夏の炎天下でビールを飲んでいると汗をかくことでも一層水分が失われやすいため、より脱水になりやすいです。夏のビアガーデンや屋外のバーベキューなどでは特にご注意ください。そして2つ目の理由は、アルコールを分解するために水分が必要なことが挙げられます。これはアルコールの分解の過程を示しているものですが、この過程でアルコールを分解する酵素を働かせるために水が必要とされています。ちなみにアセトアルデヒドというのは二日酔いの原因にもなる物質ですが、脱水になっているとアルコールの分解が進まず、このアセトアルデヒドが体内に残りやすく二日酔いになりやすい状態を招いてしまいます。
お酒を飲みながらお水も一緒に取る、いわゆるチェイサーというのはとても理にかなっているというわけです。そして食欲亢進に関してですが、酔ってしまうと脳の視床下部にある満腹中枢が麻痺してしまいます。我々の脳には食欲をコントロールする摂食中枢と満腹中枢、2つの中枢があり、胃が空っぽになった時は摂食中枢の働きで食欲が湧いてきます。一方で食事によって血液中のブドウ糖濃度が上昇すると満腹中枢が反応し食欲を抑える働きをするのですが、アルコールをたくさん摂ってしまうとこの満腹中枢の働きが麻痺してしまい、摂食中枢が働き続けてしまうことで食欲がとどまることがない、食欲増進の状態が維持されてしまいます。飲み会の後ついつい締めのラーメン、締めのスイーツまで食べたくなるのはこれも一因と言われています。お酒は適度な量で糖質の少ないものを摂るように心がけましょう。最後に注意していただきたい飲み物3つ目、それはカフェインの多い飲み物です。緑茶やコーヒー、紅茶には多くのカフェインが含まれています。カフェインには眠気を抑える覚醒作用、疲労感を抑える興奮作用など日常生活で高いパフォーマンスを発揮するために有効な成分であることは広く知られているかと思います。シャキッとしたい時やリラックスしたい時などにコーヒーや緑茶を飲まれる方多いんではないでしょうか。しかしカフェインは利尿作用もあるので、人によっては飲んだ分以上の水分が尿として出ていってしまう可能性もあります。コーヒーを飲んだ後にトイレが近くなる経験をされている方いらっしゃいませんか。水分摂取は暑い夏には欠かせませんが、カフェインを多く含む飲み物ばっかり飲んでいると逆に熱中症のリスクを上げてしまう可能性もあるということです。適度な量を飲んでいただくことはいいと思いますが、熱中症予防の水分摂取としてはお水や麦茶などノンカフェインの飲み物がおすすめです。どうしてもコーヒーや緑茶をたくさん飲みたいという方はカフェインレスやデカフェの表記があるものを使っていただくのがいいかと思います。コーヒーや緑茶の味を楽しみつつもカフェインの摂取量を抑えることができますので、日常生活にぜひ取り入れてみてください。本日は夏場に気をつけたい飲み物3選というテーマでお話しさせていただきました。今年も非常に暑い日が続いておりますので、本日ご紹介させていただいた飲み物には注意していただきながら熱中症対策、脱水対策もしつつ暑い夏を乗り越えていきましょう。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。